はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。3時半になろうとしてますね。はい、8月22日の日曜日でございます。アフガニスタンからのね、アメリカ人の退避ですね、まあ要は避難ですね、簡単に今逃げ出す作戦がですね、なんか我々が考えてるほどうまくいっていないみたいですね。1万5千人もおるんですって、アメリカ人が。でね、あの軍用機に乗せられるのはね、普通180人とかなるらしいんですよ。何往復せなあかんねんって話ですね。民間のジャンボ機飛ばしても1回に300人とか500人でしょう、せいぜい。だからほんまに大変で、しかもアフガニスタンってね、あれがないですよね、港がないんですよ、海がないんで。だから全部飛行機か、もしくは陸路ですね。陸路で隣国っていう、アフガニスタンの隣国でアメリカと多少とも友好的なのはパキスタンだけなんですよ。パキスタンに退避するかということですけども、まあ皆さんカブールに集まってるから、まあ飛行機で脱出するしかないんでしょうね。産経新聞でございまして、8月22日10時58分に出た記事、短いで読んでいきましょう。米市民退避2500人のみ、アフガン米軍撤退に影響も。イスラム原理主義勢力タリバンが制圧したアフガニスタンから米軍が過去1週間に退避させた米市民は約2500人にとどまることが21日分かった。米国防総省が明らかにした。バイデン大統領が退避を約束する米市民は最大1万5000人いたとされ、8月末の米軍撤退完了スケジュールに大きな影響が出る恐れもあると。米国務省は21日、米軍が移送拠点とするカブール空港周辺に治安上の脅威の恐れがあるとして、米市民に対し近づかないよう勧告を出した。米軍統合参謀本部によると、アフガンでの21日時点の米軍は5800人体制。退避作戦を始めた14日以降、米市民とアフガン人の合計約1万7000人を移送した。作戦開始前後には合計で最大約8万人いたともされるが、正確な数字は米国も把握していないようだ、括弧共同という記事でございます。アメリカ人1万5000人もおったんかっていう話ですね。多分日本人は100人もいなかったんじゃんかな。まあいたかもしれませんけど、何が誤算ってね、アメリカ軍が撤退してから、アフガンの政府は密期から半年は持つやろと言われてたんですね。その間にゆっくり退避したらええやんと思っていたのが2日でダメだったわけですね。このなんていうか、この計算ミスといいますか、予想が外れるということが非常に大きかったみたいで、だから慌ただしくですね、一旦こう500人ぐらいになってたアメリカ軍を今5800人ぐらいまで増員してるわけですね。あ、650人やったかな、650人になってたアメリカ軍を今5800人が増員して、カブールの空港を守ってるんですけども、カブールの空港に向かうところの検問所にはすでにタリバンがいてですね、やってくる市民を追い返してるという、あるいはアメリカ人を追い返してるという事態になって、みんなその国に残れというふうにタリバンが言うてるわけですね。あ、ゆっくり後でゆっくり始末はつけるでみたいな、そんな感じになってますね。アメリカ人が残っていてですね、無事に済むとはとても思いません。どう言いましょうね、タリバンにとってアメリカ人っていうのは敵です。敵であり、異教徒であり、要は容赦するような存在ではないんですよ。もう徹底的にこうね抹殺する対象でしかないわけであって、あるいは取引の材料に使ってですね、捕まえて身代金を要求するとかですね、そういう対象になっているはずです。まあそんなことをしたらタリバン自体がですね、非常にこう経済制裁さらされるんですけど、今でも経済制裁さらされてますから、タリバン自体失うものはそんなに多くないんですよ。
なんでそれくらいのことはやりかねないわけですから、アメリカ人は残らず退避をさせる必要があると思うんですけど、あまりにも最低3ヶ月が2日ですからねあまりにも早くアフガニスタン政府が崩壊してしまったんでですね、アメリカも手の施しようがない。でアメリカ人だけちゃうんですよね。アメリカ人の手伝いをしていたアフガニスタン人も退避させないと、まあただでは済まんだろうなということですね。そんなことを言うたら多分、最大規模10万人とか20万人ぐらいは退避させないといかんということになりましょうが、なぜ、ジャンボ機1機でも500人運べないわけですから、それはですね、天文学的な大輸送作戦をしなあかんわけですね。かなりアメリカにとってはですね、予定外の作戦を強いられてると。まあ、変な話、もう一回部隊を送り込んでね、カブールを奪回したらええんでしょ一瞬、なんていうか二個師団ぐらいは必要でしょうね。つまり2万人ぐらいが必要なんで、アメリカにはですね、第82空挺師団という盛況なですね、空挺部隊がいます。82って101空挺師団でもありますから、その両師団ぐらいをですね、ぐわっと投入してですね、一気にカブールを再奪還してですね、その間に大輸送作戦をやると。もうそれくらいのことを戦闘5800人やったら、多分ね、空港を守るのがせいぜいちゃうんかなと。多分5800人というか、実質戦闘部隊は3000人か4000人ぐらいだと思うんですね。あとは後方支援、だと思うんで、3000人では多分、空港を守るのがせいぜい、空港広いですからね。ということは市内までは出ていけないわけであって、もうすでに敵地ですからね、空港以外は。となるとですね、まだ市内に残されてる、1万人も残されてるんやったら、えらいことやん、それ。助け出さなあかんやん、それ。ということでしょう。タリバンに見つかったら、もう必ず身柄拘束されると思いますから、アメリカ人はね。でアメリカの協力者で、他の国もね、自国の協力者を脱出させようと思っていろんなことをしてるみたいですね。でもうちょっとこれからですね、思っていたよりね、困難を極める脱出作戦になるんではないかなと。まあきっと 2,3 年後にはですね、ハリウッド映画になるんでしょうけど、この脱出作戦が。でもあれかなり、その無事に1万5000人もいるんやったらね、1万5000人も今何人残ってるのか知りませんよ。でも数千という単位は残ってるはずですよね。であればですね、ちょっとこの脱出作戦はかなり困難を極めてですね、いろんな悲劇、主に悲劇でしょうけども、つまり犠牲になって亡くなる、結局脱出に失敗して命を落としたみたいな人が多分数百の単位で出てくるかも分かりませんね。それね、なんて言いますか、アメリカってね、自国民をものすごい大事にするんですよ、自国民の命を。だからその数百という単位で犠牲が出たら、それはバイデン政権のね、ものすごい失点になると思いますよ。そのアフガン撤退すること自体はね、そのバイデンさんが決めたわけではなくて、トランプさんが決めたわけであって、で派兵することを決めたのはジョージ・ブッシュの息子の方ですから、バイデンさんにそこには責任はなかったわけですけど、撤退作戦に失敗をしてですね、数百人の犠牲を出してしまったら、それも明らかバイデンさんの失敗なんですよ。なんで、ここでですね、上手にやらんとですね、一気にバイデンさんの支持率がぐわーんと下がって、まだ1年経っていませんからね、この先もすごくやりにくいということになると思います。まず1回650人まで減らしましたからね、アルミガム。そんなとあかんわーってすぐに派遣してるわけでしょ、慌てて派遣してるわけでしょ。もうそれだけでもお前何やってんねんという世界ですね。軍事的に見れば非常にそれはミスったというふうに言えるわけなんですよ。情勢を見誤ったというふうに今でさえ非難される事態だと思います。でこれでこの数百人あるいは千人以上のアメリカ人がですね、退避できずに悲劇的なことになったということになれば、これバイデン政権の大変な失策になります。ですので次の選挙でですね、再び共和党の大統領が誕生すると
いうようなことは十分に考えられますよね。実際ちょっとこれは失敗してるんちゃうかなという気がしてきました。だんだん1回650人まで減らしましたからね。まあまあ、アフガン政府がね、無能やったっていうことについてはバイデンさんに責任は薄いと思うんですけど、この撤退作戦自体はちょっとまずいことになってんのんとちゃうかという気がしますね。これ産経新聞のサイト特に貼りませんけども、これに類する記事はいっぱいあると思いますね。読んでください。私が読んでるのは産経新聞共同ですけどね。米市民退避2500人のみ、アフガン米軍撤退に影響もという記事でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。